はい、それでは解説は真鍋学山が行います。ですね、これはねカルガリー地区で行われてましたインターナショナルタッグ選手権試合、60分3本勝負でございますね。でこのタッグマッチの中で、ジェリーモロ、いわゆる稲妻次郎さんが挑戦しておるということでございます。ですね、このブルースハート、ブライアン・ヒルマンというタッグチームは146代、インターナショナルタッグ選手権者ということになっとるんですけどね。このカルガリー版インターナショナルタッグっていうのは非常に歴史あるタイトルで、創設がですね1958年って言うんですから昭和33年なんですよね。非常に古い歴史のあるタイトルでございます。あの日本人もなかなかゆかりがあるんですよ。最初に日本人が取ったっていうのは、1973年のシャチ横内安藤井組なんですよね。これが日本人で最初に、このタイトルを取った。勝負の方はですねいきなりこれ3本目に入ってますけども、まあ結局1対1だったんでしょうね。1本目はあの王者チームが取ってましたが、2本目は取り返してと3本目ということになっとるんだと思います。ネックブリーカードロップですね。これも古式のネックブリーカードロップかけてますが、ヨーロッパ式でございますね。首にゴンと引っ掛けるタイプ、ビル・ロビンソンもやってましたね。やっぱり国際プロレス由来の技術がここでも生きてるわけでございます。この王者チームのタッグチーム名がバッドカンパニーっていうんですが、この体感がですね87年の4月5日でございますので、まあそれ以降の試合ということになります。このですね稲妻さんのですね、ショルダースルー、これはね受け身が上手だから、非常に綺麗ですね。87年頃なのでやっぱりどうしてもですね、筋肉注射を打ってムキムキマンっていうレスラーが多くなってくるんですが、大して練習もせずにね体がムキムキになってしまうというステロイド剤やってますよね。まあもちろん稲妻さんはナチュラルな体でですけどもね、まあ、ブルースハートは今やられてますけども、もちろんハートファミリーということでね、カルガリーを牛耳ってたスチューハートの息子ということでございます。稲妻次郎さんとこのインターナショナルタッグっていうのも非常に縁がありまして、最初は稲妻さんとお兄さんのエディ・モロでジェリー・モロ、エド&ジェリーの巨大タッグで、体感したのが最初で、9番アサシンとかですねいろんなレスラーとタッグチームでこのタイトルを6回ぐらい取ってるんですかね。名前忘れましたが昔、全日本女子に来た女子レスラーにですね、いろいろ話をしてましたら、ジェリーモローとボーイフレンドだなんていうレスラーがいまして、ちょっと待てよと、アメリカやカナダでボーイフレンドって言ったら少なくとも肉体関係あるんじゃないのという感じなんで、じゃあこの人稲妻さんと実は1回ぐらいやってんのと密かに思いながらなんか インタビュー聞いてましたけど、なんじゃこれはと思ってしまいましたけどね。まあそこら辺はですね、まあまあそういう風な女関係は頻繁にね派手だったということは聞いてますが、まあいろんな女子レスラーともそういう浮き名を流しておったのかもしれませんね。しかし今日のお客さんの入りはひどいですね。3列か4列ぐらいでね
いっぱいになって、これなんかインディペンデントかっていうぐらいの客の入りですな。まあ、その代わりなんだかかんだか盛り上がってますけどね、このねチャンピオンチームの人気はすごいもんですね。さあそれでね3本目も佳境に入ってますが、仮面の掴んでこれ反則ですな。陽性のエプロンからの稲妻二郎のエルボースタンプ、なかなかきつい攻撃でございます。2回やるか、なかなかいい攻撃ですな。この今の現王者が146台ですが、その1世代前の145台っていうとベトコンエクスプレスがチャンピオンチームということですのでね、長谷博士とニークラですね、この2人のチャンピオンであったのが、このタイトル移動して、現王者チームになっとるわけでございます。で147台になろうとしてですね、稲妻さん頑張っとるということですな。もうブライアン・フィルマンもね、なんかやってそうな お薬やってそうな体してますね。まあなかなかあのドロップキックがなかなかハイアングルですよね。まあそれは見るべきものがあると言えるでしょうな。まあ王者チームの猛攻が続いておるという体なんですけどもね、このですね稲妻さんがですね、このまたもやショルダースルーなんですよ。なかなか高いですね、ハイアングルで決まってますが、さあ昔ながらの同士打ちということなんですが、聞いたのはゴーディ・ロジャースだけだったということですよね。稲妻さん石頭だから聞いてませんと、そういう体なんですけどね。まあ勝負は佳境に入ってますが、カットに入りましたね。稲妻さんってね、普段喋ると普通に日本語喋れるんですけどね、一番日本語が上手じゃないかと思うぐらい日本語上手なんですけどね、なんかマイクアピールとかそんな場面になるとね、しくじっちゃうんですよね。何言ってんだかわからなかったり、そんなことする。まあ そこら辺が国際プロレス出身らしいなぁなんていう思うとこですけどね。さあ試合に注目しましょうか。ネックブリカドロップ、やっぱりね、首肩の方に当てるネックブリカするんですよね。やっぱりこれカナダ式ですかな、ヨーロッパ式の技術がから来てるということなんでしょうけどね。ジローさんもカットとね。わあ、相手ももうそろそろね、決まりそうな感じなんですけどね。さあさあブルースハートに代わって、さあなんかやりそうですな。ネックブリカドロップ、あ決まっちゃった、あ終わりでございます。オーノーみたいな感じでね、オーバーアクションしましたけど、まあ見事防衛ということでございます。まあ昔の全日本プロレスみたいにスローでね、これで最後の方が出まして、これで決まりましたよということなんですがね、ワンツースリーでございますね。はい、ご清聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。